はい、皆さんこんにちは、チェでございます。PC88 のエメラルドドラゴンですね。パート62やっていきたいと思います。消火車と渡る船のチケットはいらねえか。お、はい、2000パールスよこしなの。まあそれもよかろうと。ウォール貨車湾には2つの島があり、東を消火車と西を大貨車島と呼ぶのだ。あ、次ここですね。酒を飲むには先立つ者がいるからな。とにもかくにも世の中変わるよって、その通りですね。パールシーはバージルとは氷の魚町ですが、なんせ田舎ですからね。なんだい、もう一回見ますね。ヤウデアと同様くらいしかありませんぜと。消火車島への船はいつも出てるわけじゃないよと。船で行くんですね。ちょっと装備をね、見直しましょうか。魔軍の兵士はほとんどいなくなっちゃったみたいだけど、恐ろしい魔王殿は相変わらずウォール貨車湾の真ん中にそびえているのよとおっしゃってますね。宿屋か。宿屋とちょっと泊まりましょうかね。はい、お泊まりでしたら20パルス安いですね。バージル半島に朝が来た。今日はいいことが起きそうにお考えした。ほんまか。というとこでね。どうなんだい。あ、誰か人がいる。ブルグワント城より西の砂漠には足を踏み入れないことね。そうなんですね。覚えておきましょう。覚えているかな、大丈夫かな。ここの上に行ったら、消火車と呼ばれるのは町の西にある船着き場のじいさんに頼んでみんなと。あ、武器が来ましたね。もう買い込みますよ、いっぱいね。はい、あ、引っかかってたのか。はっきり言って、うちの店は一種バーンで1、2を争う品ぞろえが10万で買っていって損はさせないよと。デーモンスレイヤー、ナイトレイピア、トライデント。多分デーモンスレイヤーはいいでしょ。あ、これじゃ持てないのか。デーモンスレイヤーをね、ハスラムに持たしましょう。でトライデントは多分ホスローでしょ。で、アトロちゃん何持ってんだい。なんかたくさん持ってんのね。渡しましょう、アトロちゃん。あー、ヨーさん持ってるわ。ワラムロタンゴリンにあげましょうかね。で、装備の、ハスラムさんのデモスレイヤー、あら、あ、今装備しようとしたのね。アスラムさんのデーモンスレイヤーをアトルシャンさんに渡しましょう。アトルシャンさんが、あ、ごめんなさい、もう一回ね。578に対し、何、あ、デーモンスレイヤー持ってたんだね。あー、無駄な買い物しちゃったね。おまけにアスラムさんいらねえよって言われましたもんね。ちょっと待って、渡す、アトルシャンさんのデーモンスレイヤーをハスラムさんにね。でハスラムさん装備しないんでしょ。何の役にも立たんのか。でもダメ元でハスラムさんのデーモンスレイヤーをサヨシアントさん、あ、サヨシアントさんじゃねえや。これをホスローさん持たないよね。じゃあちょっとね、ホスローさんを489でパトラックスから、489でしたね。お、強なった。強くなりましたね。ちょっと待ってね。じゃあハスラム何がいいの。あ、レイピアか。ハスラムがレイピアを受け取ってですね、ハスラムさん、416からどうなるかですね。装備、ハスラムね、416から466か。まあまあそれなりですね。いやー、無駄な買い物しちゃったな、本当に。とりあえず売りに行っちゃおう。まあお金はね、あ、兄さんかっこいいから大サービスしちゃうって言ってくれてますね。お金はね、まあね、せっかく行っちゃったんでね、
売らないとまた追い出されるんでね。オスローさん、バトルアックスのデーモンスレイヤーのハスラムさん、ホーリーブレード、サウシアンとアーバレストね。はいはいはい。あら、デーモンスレイヤー、結局おじいちゃんのね、前のデーモンスレイヤー入った話は言ってなくてもデーモンスレイヤー手に入るんですね。姉妹が渡るならうちで防具を買っていくべきだと思うがね、まあ覗いてってくれやとね。確かマジックプレート持ってるんですね。ヒーテルシールド。はぁ、あ、はぁ、あ。とりあえずね、ミスリルヘルムはタムリンさん持っていいんじゃない？で、ミスリルバクラもタムリンさんが持って、これでタムリンさんの装備が上げれると思うんです。ね、バックラいけるでしょ。で、ヘルム、あれ嫌って言ったか。じゃあね、渡しましょう。タムリンさんのミスリルヘルムを、サウシアンとダメなんでしょうね。サウシアンとね、帽子かぶらないんですよね。だね、ホスロー。で、装備のホスローでミスリルヘルムね。あとはシールドか。ミスリルチェイン。これをね、ハスラムに渡しましょう。で、ヒーテルシールド。これもハスラムに渡しましょう。で、武器でね、装備でハスラムでヒーテルシールド。あ、つけましたね。ハサム何が余った？あ、ナイトシールドね。え、ちょっと待ってね。ナイトシールド一遍はめましょう。あ、さっき見とくべきでしたね。ディフェンス945に対して、945に対して、945に対して、945に対してね。あ、上がった上がった。でね、装備でハスラムさんでね、このミスリルチェーンは絶対上がるはずなんで、にステータスハスラムね、1935まで来ましたね。で、じゃあね、ミスリルチェーンをね、今度もう一回ホスローさん、あ、サウシアンとの方が良かったかな。あ、サウシアンとか一回ね、ミスリルチェーンのサヨシアンとね。で、サヨシアン多分無理でしょう。あ、いけた。え、ちょっと待って、サヨシアンとディフェンス1376。あ、そんな思ったよりは上がらないというのはあれですかね。マジックプレートが強すぎるんですよね。ですね。というわけで、装備でね、サウシアンとミスリルチェーン、はめましょう。で、ホスローさん、ハスラムさんミスリルチェーン持ってますね。ヒーテルシールド、サーリット、あ、そっか。ホスローさんマジックプレート、ホスローさんも行くべきですね。ミスリルヘルム、はい、ということですね。ついついね、貧乏症なのでね、しちゃいそうなんですけども、ハスラムさんにミスリルチェーンで、ヒーテルシールドもハスラムさんで、ミスリルチェインもアトルさんとヒーテルシールドも、あらら、ヒーテルシールド、これもアトルさんで、ヘルムもアトルさん、あ、持てない、そっか。とりあえずアトルさんはね、ヒーテルシールドと、ミスリルチェイン、あ、何アトルさんヒーテルシールド持ってたのね。ヒーテルシールドをね、ハスラムさん、ハスラムさんヒーテルシールド持ってなかった？持ってたわ。ヒーテルシールドはめて、ハスラムさんがミスリルチェーン持ってるでしょ。ね、ミスリルチェーン、ヒーテルシールド、ヒーテルシールド。おお、どういうことこれ、すごく余ってしまうんじゃない？ああ、そうや、やってたわ。え、ハスラムさんね、ナイトレピア、ミスリルチェーン、ヒーテルシールド、サーリット、あ、ヘルメットだわ。で、この人がね、ミスリルヘルムかぶっていて、アトロちゃんが、あー、全然ダメだったんだわ。とりあえずね、
ヘルメット2つ買わんといけないですね。すっごい無駄遣いしちゃった。アトルちゃんとヘルムがハスラムね。で、装備でアトルちゃんがミスリルヘルムね。でハスラムがミスリルヘルムね。アトルちゃんは余ったのがこれで、よし、ステータスで見ちゃおう。デーモンスレアミスリチェーン、ヒーデリシルミスリルヘルムね。でクロスヘルムとマジックプレート余ってんね。ミスリルバックラーで、うんですね。でホスローさん、マジックプレート、あ、ホスローさんがあれだね、ハスラムさんはヒーテルシールド、ミスリルヘルム、ミスリルチェーンで内蔵できる。ヘルメットある？ヘルメットがないのね。ホスローさんが持つべきヘルメット、あらら、ホスローさんミスリルヘルム持ってんじゃん。あ、そっか、え、俺大丈夫かな。ミスリルヘルム、ミサイルシェントのミスリルヘルム持たないのね。ハスラムさん盾が、はい、タムリンさんミスリルヘルムか。一回タムリンさんのミスリルヘルム持ってるか、もう買うしかないよね。でも買っちゃいましょうね、もういいです。回しはいいと思うんですけど、かなりね、あー、断られちゃったって、断られてたような気がする。はい、ごめんなさいね、かなりここで時間食っちゃいましたね。あ、マジックプレートまだ持ってんだ。あ、そうですね、ミスリルチェインだわ。ミスリルチェインをね、ホスローさんに、で装備で、装備のホスローさんがミスリルチェインね。あー、すごい無駄な時間と無駄な金を使っちゃいましたね。まあお金はこんぐらいしか使わないでね、いいことにしておきましょう。はいはい、買い取ってもらいましょう。クロスヘルムとマジックプレートとミスリルヘルムと、バックラーね。ハスロムさんがマジックプレートとクロスヘルムね。ハスロムさんがね、サーリットで、あ、間違えた。ハスラムさんがね、うわー、むちゃくちゃ無駄遣いしちゃった。ヒーテルシールド、ね、ほんとね、やっちゃいましたね。あ、まあでも4万5000までね、帰ってきちゃったんで、よしとしましょう。はい、セーブね、もう上書きしちゃってね、もう戻れないようにしちゃいましょうね。で、西に行けということでしたよね。君がアトルちゃんか。おう、ずいぶん派手に名前を打ってるらしいじゃないか。まあ頑張ってくれやと。何だったんだい。あ、おじいさんね。エルバード、バンザイ、マオ、ガルシアなど恐るに足らずじゃと。さあさあ、これでだいぶいい感じかな。あんた方不吉な層が出ているよ。バールシーへ行くなら準備を整えておきな。何が起こってもいいよね。ヒヒヒとね。これ扉入れないんですけど、まあこれはこんなもんなんでしょうね。行けるのかな。うん、行けないですね。サバッシュだったらな、エスケープを押すとね、あの後交渉ができるんですけど、このエメラルドドラゴンに交渉事はなかったんでね。あ、橋があって、地図見れないですね。あ、バージルの花月場来ましたね。チケットのねえやつを船に乗せられねえ。結局やつからチケット買うしかないですね。さあ、チケット買いましょう。ファルナさんのとこに行きたい気分でもあるんですけどもね。ファルナさんはもうちょっとめんどくさいでね、後にしまう。ああ、宿屋だった、酒屋に行かないといけないね。酒屋じゃねえわ、酒場ね。よっこしょ、これね、この人ね。いいですよと、はい。はい。いいのかい？おー、持ってるんでしょ。はい。え？もう買いましたよね、私ね。私買いましたよね。
43,000、うん、買いますよ。今イエスにしましたんでね。あー、これアイテムで持たないのかな。あ、一応敵出てくるのね。さあね、ハツラムさんがね入ってきたんでね。あ、強いわ。ダメージ1しか食らわない。まあ、あのね、なんか武将みたいなのをハツラムさんに任して。あ、そっち行っちゃおう。ちょっとですね、時間良くなりましたので、この辺で終わっておきたいと思います。ピシャ88のエメラルドドラゴンパート60ですね、この辺にしておきます。どうもありがとうございました。